2万回に及ぶ私のエルマントスのエネルギーが一箇所に集まる。どちらか先に耐えられなくなった方に全てのエネルギーが流れ込む。 逃げろ、メヒタカ！カルキロス、兵士。遠く煌めく星に幾度も私は願う。彷徨えるこのグラビテーション、惹かれ合うストーリー。 レクティ、 人類の故郷たる母星は早目前。奪還に向け我らは前に突き進むのみ。皆の者、もはや恐れるものは何もない。見よ、我らの聖戦は今や赤き戦いの星に見守られている。嫌が上にも士気は高まろうというもの。アタランティス、作戦命令を。全軍に通達。敵部隊はスター・ウェイ上に集結するものと予想される。 前衛の艦隊は現行速度を維持。後方艦隊は機関を中心に展開。速やかに戦闘配置につけ。ノドスがいる宙域に生じた高エネルギーによって安定傾向にあったスターウェイに歪みが生じております。明らかに異常事態だというのに、何の考えもなく突っ込むつもりだぞ、あのサルどもは。行動に出ますか？
まだだ。今は異変の解明に努めろ。指揮権を奪った後でなすすべなしではどの道生き残れん。来た。ノドスたちはどうする？鉄の種族が先だ。そんな。なぜだ？なぜ抵抗しないカルキラス？まさか狂乱。カルキラスは奴の狂乱に巻き込まれないために、私が奴を止めなければ。無傷のノドスがまだ一人残っている。メヒタカに奴が止められるものか。ロムロそんな、あなたを見つけられないなんて、エイシ。鉄の種族のノドスが狂乱した。ここも危うくなる。鉄の種族を進ませてはならない。彼らは星々を滅ぼす。この宇宙にとって危険な存在だ。恐れておる。正面突破だ。我がユーノス王家に交代の荷物はない。引くな。引いてはならぬ。バカな、救援部隊も待たずに戦闘を開始したですと。おそらくメレアガロス陛下の独断だ。エイジは敵のノドスと戦っているようだが、今度は艦隊の後方に置き去りらしい。どこまでも無謀な。なぜ闇雲な戦いを。このままでは地球までもが戦場に。ディアネイラ様はもう十分ご兄弟のために尽くしておりますわ。アネーシャ、無礼を承知で申し上げます。今メレアグロス様とアタランテス様に従うことがディアネイラ様のご本意であるとは思えません。わかっています。古き神の星を滅ぼし、私たちの故郷まで戦場にしようとしている兄上たちを。これ以上は。ですが。ですが、ご自分がお立ちになることで、せっかく一つにまとまった評議会に混乱を招いてしまうかもしれない。はい、アネーシャ。最後のノドスを人類の手にもたらしたことで、ご自分の役目は終わり。あとは事の成り行きを見守るだけ。いいえ、決してそうでは。なぜなら、その最後のノドスがご自分の側についてくれるとは限らないから。エイジは兄たちを選んだのです。それはあなた様をお守りするための彼の決断ですわ、ディアネイラ様。そうでしょうか。エイジの存在が急に感じられなくなったのです。あの方が私を拒んだのかもしれません。これからたくさんの星がなくなって、たくさんの道が消える。でもディアネイラなら大勢の人のために道を見つけてあげることができる。私自身の道をどう見つければいいのか。どうかお心のままに。私たちが望むことはそれだけです。きっとエイジも。
方の部隊はどうした？後方部隊を突撃させろ！すでに敵は後方にも展開しております、陛下。ならば残りの艦隊全てを投入せよ。兄上。ひれむな！突っ込め！兄上。なんだ、フォボスが聖堂の種族の巣窟となっております。ここを攻撃すれば。分かっておる。手法の準備を。方位43級にエネルギー反応、形成数値極大です。何？ディアネイラ様、エイジの存在を感じました。どうされました？とても恐ろしいのです。では、我らのノドス。敵のノドスを倒したのか。衝撃で衛星の軌道に変化が、火星に落ちます。おお、なんと素晴らしい力だ。敵の巣窟を破壊したのだ。進め進め、我らがノドスと共に。このまま進めばノドスの力の弱で本艦が消滅します。バカなことを申すな。ここは退く。あのノドスが鉄の種族を滅ぼしてくれる。来たか。何をしている。僕がやらなきゃ。僕がアルテミア。高エネルギーにより艦隊前衛に損害。どうなっている。我らがノドスよ。このままでは本艦に直撃します。さっさと逃げんか。間に合わん。
もう一体のノドスが出現。惑星ヒルゴートを破壊したあの化け物だ。敵のノドスに守られるとは、何が起こったのでしょうか。わかるものか。ありのままの情報をアルゴノートに送れ。はっ。まったく、これでは指揮権を奪ったところでなすすべとてない。ディアネイラ様、私が間違っておりました。アネーシャ、エイジは誰かを選んだりはしない。ただ私たち全てのためにその心を捧げて、エイジをお救いしなければ。これがニルバールから送られてきた最新の情報だ。我らのノドスが敵味方の区別なく暴れているというのか。情報がこちらに届くまでに50時間以上の差がある。もうすでに火星ごと艦隊が消滅していてもおかしくない。なぜエイジを信じるのです。あいつは一度たりとも我々を攻撃したことなどない。エイジではなく英雄の種族の本性だとしたらこのままでは地球がノドスによって破壊される可能性もある。滅びの英雄か。いいえ。姫様。また御身自ら。ディアネイラ様、大丈夫です。あの方は人類の希望。いかなることがあろうとそれを疑ってはなりません。しかし彼が滅びの英雄とならぬよう私が彼を導きます。姫様。では私についてきてくださいますか。我ら一同、もとよりディアネイラ様に末永き忠誠を誓った者たちのみ、どうぞご命令を。この時を待ちわびておりましたぞ姫様。火星が戦場となって300時間が経過。敵ノドスの出現により火星は破壊を免れるも、艦隊はその半数が損害を被り、残り半数は確認不能。現在本艦はスターウェイの引力に引かれながら敵と個別に応戦。あと100時間足らずで艦隊は全滅するだろう。ひとえに総司令官の無能と艦隊の指揮権を奪う好機を逸した我が失策ゆえ、どうか後続艦隊はアルゴノートを機関とし、当該艦長モビードに指揮を与えんことを、ニルバール・ネフィウ中将の名において進言する。心得た。遺書のつもりか、ニルバール。モビード。今行き急げば後悔するぞ。時が来たのだ。我らが姫様がついに至ったのだ。ではお前の艦隊再編プランは受理された。それどころか予想を上回る規模で姫様のもとに集まってきている。惑星コローニスとオリオンも姫様に従っている。喜べニルバール、こんな指揮旺盛な援軍はどこを探しても見つかりはせんぞ。20時間後にはそちらと合流できるはずだ。それまでは何としても生き残れ。やっと目覚めたか、我らの星が。故郷は目の前に迫っておるのだ。全身あるのみ地球を上げてに、我がなり栄光。何の真似だ。あなた方に星屑ほどの分別さえあれば、これほどの被害を出さずに済んだものを。ニルバール。これ以上お名前を怪我したくなければ抵抗なさらぬように。これは評議会への反乱だ。いいえ、私はただ
ユーノス王家からのメッセージをお預かりしたまで。ディアネイラ、兄上様方、どうか私の苦衷をお察しください。よくも抜け抜けと。これ以上王家の名を汚してはなりません。古き神の星を破壊し、兵団を消耗させ、そして人類のために戦うノドスを過酷なまでに刺激したこの戦いを恥じることなく人々に伝えることができましょうか。なんという言い草だ、この私の勝利を。評議会もこの度の損害には衝撃を受けております。このメッセージが届いた時点より、人類連合カルドーン艦隊は私の指揮下に入ります。はじめに兄上様方は速やかにニルヴァール中将閣下に指揮を委ねますよう命じます。ご命令にお従いください陛下。今この旅立ちこそがアルボノートの処女航海だ。すでに87回目の航海です、マスター。言葉のあやだ、リン。たおやかなるも凛々しき乙女が導く旅だ。昔日の旅よりもこの胸は激しく高鳴っておる。いざ旅立たん、アルボノートよ。エイジ、する希望と人類の絶望。次回、ヒロイックエイジ第15話、光降る時。